ランページモンキーの T シャツ着てるやつに会うまで帰れませーん。全国で3枚ぐらい売れたんで、そうですね、1人ぐらいはね、会うんじゃないかと、ね、なんか分からんけどむっちゃテンション高い。ハッシュすぐギアつないですぐビリビリ。うわ35度やばっ。鉄板レンクベンパンクレンペレンクパンペンペクパンペレンクレンペレン。日々あるの友達コーナーで泣く抜いたー。あー抜いたー。素晴らしい加速を見せています。相手乗ってる人が誰もいないんだけど、後ろからやるやつ。うわぁ気合い取る。すげぇ2つってんやん、限界やん。チームグリーンが、チームグリーンが先頭走ってる。チームグリーンが、チームグリーンが先頭走ってる。やばくないこれ、ツーリングしてるみたいじゃない。ツーリングしてるわ。嬉しい、仲間に入れてもらえて。アメリカから置いていかないでね、私たちちょっと吹いていけないの。セーフティーカー入ったみたいになってる。セーフティーカー入ってんな、完全セーフティーカー入ってますね。ちょっと俺タイヤカスちょっと落としとくわ。途中で、うん、ちょっとタイヤカスちょっと落としとくわ。ちょっと燃費維持するわ。ちょっとほんまそれや。お、なんかいけない。あ、なんかいけない。早っ消えた。そのお客さんいることもあってライガーさんがいるかなと思っていたけれども、走っておらんのね。全然おらんやん。あ、そんなにバイクいませんね。全然おらん。おい、真ん中のやつハイテンションやんけ。あー、バイクがいない。知らん笑いは後ろのバイク。俺やんけ。俺やで。京都府亀岡市や。亀岡、入ります。亀岡、亀岡です。こちら、とても美味しい卵屋さんになっております。はい、こちら亀岡のお店になっております。入りません。はい、ランドゲー。はい、サーキャラー、いすずのトラック、いすずのトラック、いすずのトラック、うわぁ、うわぁ、どうなってあれ。ちか、あのトラックの荷台だんだん左に傾いてきてるように見えるの俺だけかな。あら、ほんと。あれ、だんだん、あぁ、やばい。あれ、さっきより左に偏ってない。ちょっと待って、いすずのトラック。あれ、ほんま、いすずか、あれ、ほんまに。マジで左寄ってる。え、ちょ、あれ、ほんまにやばいって。やばいや、これは違うやろ、86やろ。そう、え、これイスズじゃなかった今の。来た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 。ほんまや、イスズって書いてる。通行止めですかこれ。そうですね、もう前が、目の前がもう通行止めになって。おお、偏った。偏ってますよ。偏ってるっすね。で、だってほら、道左の方は多いな、多いわ。そら偏るっすよ、通行止め、大雨のため、大雨のため。うん、来た。これどう考えてもおっちゃんやろ。おっちゃん関係ないわ。ほんまにうまいこといすずばっか来んな。これなんやねん。やばい、マジで今日家帰られんて。携帯も死んじゃったし、通行止めだし、どこを走っているのかわからない。前のトラックは左に傾いてるし、今日の温度は35度を超えてるし。ちょっとカーブの時、前の車さ、タイヤが地面から離れてる気がする。そうやろ。もうほんまや、タイヤ浮いてるやん。ちょっとちょっとやばいっすってマジで。頑張れいすずのトラック。お前いすずどこに行っているのかわからない。わからない。はいや、いや、おいおい、うわ、どこやここ。どこかわからんけど、なんか楽しくなってきたべ、人生が。いや、田舎にあいづらコスパ。はい、火事です。これは家帰られへんわ。おい、ちょっと待てよ。これ一つ気づいたことがある。だいたいライダーって長袖やん、パーカーを上に来たりとかしてるやん。これ T シャツ見えへんやんけ。確かにそれ言われたら確かにそうだっぴ。それ言われたら確かにそうだっぴね。そうだっぴなってくやな。いすずのトラック。いや、日野や、これ日野や。企画倒れってやつですね。そうですね、企画倒れですね。いや、ちょ、待てよ。逆に言えば見えへんってことは、もう無理やり成功させることもできるっていうことやから。ここオフレコ、オフレコ。来てる。うわ、来てる。そう、夫婦で来てたな、今。夫婦で来てた。来てたわ。成功ということでよろしいですかね。そうですね、来てましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。三菱やって。日野やって。違う。ハイエースやんけど、ドラえもんで。ドラえもん、ドラえもん、あんたがスター、あんたがスター。はい、ぶせ、ぶっさー。いすずのトラック。お前いすず。あー、ここ嫌いなとこちゃん。うわー、ここ嫌いなとこや。ほんまに関西で5本の指に入るぐらい嫌い。3本の指やな。3本の指に入るぐらい嫌い。嫌い。うわ、36や。36度。何、どうしたん。温度。どうしたん。36度。で、どうしたん。
いや暑いなーいう話。平熱やん。なんやね平熱やんって。うわやばい、こんなに白いもんな地面が。この家とかもすごい、すごいめっちゃ怖ない。ここすごいすごい、もうすごいすごいもん、これもうもうすごいもん、これなんか加工しなくてもいい写真撮れそうみたいな。加工しなくてもな、ちょっと何言ってるかわからんけど、日野が来てもちゃんとスルーするとこがすごいな。ダンゴムシ探したくなってきた。どんなテンションやね、ほんまにこの空気が悪い感じが。ダンゴムシ、ダンゴムシ、ダンゴムシ、ちょっと待ってよ、わかったわかった、みんな洋品店行って進んでんねん。行ってないし、そうだったらタイムラインに流しといてほしいよ、そういう情報はさ。お前ら違えだ。わーい、ピコ食ってるやんけ。パピコ食ってるやれよ、バイク乗りながらパピコとかよ。お前一人でパピコ食うもんじゃねえだろ。おめえもだ、おめえ半分は手つもらってんじゃねえよ、バカか、お前らは。それ家具やるな、それ僕ドラえもんです。ちょっと老けてんな。おい絶対戦隊すずめトラックだよ、ふざけじゃねえぞ、さっさと走りやがれ。おお来たよ、わあっち行くぞ、来てるやつ来てた。終了です。なんと見つけたのはアンチピクスクさんの T シャツを着た人たちでした。これでこの旅は終了にさせていただきたいと思います。やっぱり全国に3つだけじゃ足りないんだ。3つだけじゃちょっとな、ちょっと足らんかったな。3人を見つけるのは不可能に近かった。